体の 90% 以上が水分でできていて、厳密に言えばプランクトンの一種に該当する。そうです、皆さんご存知のクラゲさんです。波に漂いながら毒を持った触手で獲物を捕食しているものが多く、この触手に触ると人間でも激痛が走り、ハブクラゲやキロネックスのように命に関わる種もあるため、海水浴の際にはクラゲに触らないように気をつけなくてはならない。お盆を過ぎると大量発生して海水浴などを中断させる原因となる。今日はそんなクラゲさんのネットの反応を見ていこう。水面に浮かぶタコクラゲの大群が可愛かった。可愛すぎ。タコクラゲ、水生生物の中で一番好きかも。鳥羽の海の、カヤックやるところでたくさん浮かんでた。最初、絶対死もしたら刺されて死ぬと思ったけど、毒はないらしい。タコクラゲいっぱい。ポケモンみたい。マイクラのグラフィックが変わったのかと思ってしまった。シャツの柄にしてほしい。危険、海中に怖い奴らを目撃。そろそろ海に行くのはやめた方が良さそうだよ、という話。ん？どこに何が？と思ったらクラゲか。こんなん気づかん。昔は、お盆過ぎたらクラゲが増えるって、言ってましたもんね。アンドンクラゲ。刺されるとミミズバレになるくらい激痛です。びっくりした拍子に溺れるのが怖い。バンカ名物のアンドンクラゲがたくさんいました。刺されたら電気が走るような痛みだから別名電気クラゲって言われてるけど、見えにくいから泳いでるところにこいついたら厄介やな。海で泳いでたらアンドンクラゲに両足ぶっ刺された。毒と麻痺両方受けてる。猛毒注意の水中ギャングカツオのエボシ。どう見てもクラゲなのに、実は虫の仲間。多くのヒドロムシが集まって形成された群体で触手は平均10メートル程度、長いもので約50メートルにも達する。センチメートルの間違いだよね。メートルで合ってるよ。触手はバカ長い。つうか、ヒドロムシがクラゲの一種なけん。虫とする考えも、クラゲとする考えも、両方あるらしい。食えるのかな？食いたいか？ちなみにこいつの毒には酢が効かないらしい。エボシというより餃子に見えるのだが。子供なら喜んで触りそうな見た目だな。危ねえ。プレデターっぽい。海の生物はヤバい毒持ってるのが結構いる。なんだよおい、海の中や砂浜ってそんな地雷みたいなもんがうようよいるのかよ。フェイスハガーのような神秘的なクラゲを発見。新種の可能性。動き見てようやくはクラゲだ、ってなったわ。しかし傘の上についてる触手っぽいのは何なんだろう。不思議なデザインしてるな。大きさはどれくらいなんだろうか。コアクラゲ族に属するクラゲらしい。コアクラゲって今朝一のパワーワードだな。柔らか戦車みたいなもんかな。まるで宇宙人のような新種の発光クラゲ、3700メートルの深海で撮影に成功。地球地上から上へ行っても下へ行っても道ばかりで胸躍らされるな。毎日新種が見つかってると思うとワクワクする。透明だからかとても生き物とは思えないな。綺麗すぎる。綺麗ですごいな。カメラ技術も発達してこれからこういうのがどんどん見れるようになるのか胸熱。触手がペキって感じで折れるように曲がってるのが作り物っぽい。どう見ても CG。CG というか作り物っぽい感じする。深海生物は変なのばかりだからフェイクとか作られたら見破れる気しない。まるで子供の落書きのようだ。古代のクラゲにはなんと骨があったことが判明。ミサイルや爆弾みたいな形だな。ドイツあたりのとんでも兵器だろ。かっこいいなおい。今は骨なしゆとり。骨抜きにされたのか。深海のクラゲ。シトヤン。鮮やか。なんかちょっとキモい。癒される。ビリビリしたりチクチクしたりしそう。遠くから眺めたら万事解決ね。スペインの海岸沖に現れた美しきクラゲがまるで豪華なシャンデリアのようだと話題に。天井に飾りたい感じではないな。正直に言うと、綺麗よりキモいかな。CG のようだ。肉厚でちとキモい。クラゲだったらもっとこうヒラヒラふわふわした軽い感じのが好きだな。
絶対毒やばい。触れたら即死しそう。このクラゲは美しいよ。雷操りそう。お、水族館に目玉焼きが浮いてるやんけ。取ったろパシャ。こんなのいたら気味が悪い。ケチャップ派。塩派。想像以上に目玉焼き。確かにな。すごく目玉焼きだった。あまりにもそのままだな。もうちょい熱加えてない方が好みかな。テーブル故障いるな。今すぐ食えそうなくらいには目玉焼きだった。魚がクラゲの中に閉じ込められた。すげえ。青一つの1分の1アンブロッカルクリーチャーって感じ。なんだこれは。たまげたなぁ。魚が食われたとかでもないか。勢いよく泳いでたらハマったみたいな。クラゲの中に入ったら抜けられないもんなのか。魚たちの間では今クラゲスーツがトレンドなんだろ。まるで UFO のような真っ赤なクラゲを発見。この世のものとは思えない。まるでエイリアンだな。やっぱり専用機体なんでしょうね。何このケツだけ成人専用乗り物的なやつ。円盤生物。巨大クラゲを貪り食う海の集団。クラゲどこにいるんだよって思ったら画面斜め左半分それの一部だった。で、この貝の味は？貝からするとごちそうなんだろうな。こんな大量のごちそう目の前にしたら、そりゃあ頑張って食いつくよな。施設で削りまくって食べるんでしょうね。貴重なタンパク源後貝。死肉食いのむしろ貝からしい。日本でもこの仲間は食用にはしない。思った以上にヤバかった。深夜からお昼時まで柳クラゲのライブ映像が配信中。最高だな。ああ、これ眠れなくなるやつだ。見入ってしまってむしろ眠れない。クラゲ、うちら脳がないから眠らないんやでー。全画面表示で見たら酔いそう。途方もなく長い足を持つ、エイリアンな巨大深海イカ、水引きイカの前景が公開される。未だ捕獲には至っていないという。深海生物って夢があるなぁ。この足は使えるのでしょうか？なんで足が長いんだろ？完全に化け物じゃないですか。リアルエイリアン。食べられるのかな？大型のイカはアンモニアで浮力を獲得してるらしいから、これもあんまり美味しくはなさそうな予感。深海はちょっとした宇宙だな。クラゲは脳がなくても過去の経験から学べることが初めて示される。光受容体でできているロパリアという4つの感覚器官で学習するらしい。おかげで、このクラゲはマングローブの根がびっしりと伸びている。水の中を獲物を求めて泳ぎ回ることができるよ。もともと、人間も単細胞生物だったものが学習して適応して進化した結果だしな。絶滅しないで生き延びてるんだから運だけじゃないよな。どんな生物でも最低限の必須情報を扱う程度の記憶はありそう。脳以外で記憶する。臓器移植で好みが変わるとかの話もあながちありえなくはないのかな。感知と情報伝達が学習の基礎であって、脳の特権ではないってことだね。キーボード打ってても脳で打ってるというより、指が記憶してる感覚がある。脳と筋肉の両方に記憶があるんだろう。クラゲって近くにルアー小魚の疑似餌をゆっくり通すと寄ってくるし、棒で軽くつつくと逃げてくから何らかな感覚器官や判断能力あるよね。つまりクラゲは脳がないのではなく、全身が脳だった？思考や感情、魂のありかについて、まだまだ考える余地がありそうですな。生きたクラゲに推進システムを搭載。遊泳速度がほぼ3倍にスピードアップ。エネルギー効率は1000倍。実験ではまず普通のクラゲと、サイボーグ化手術を施されたが電源はオフのままのクラゲとで比較してみた。ここから推進システムがクラゲの動作をほとんど邪魔しないことが確認された。ついでシステムを作動させてみると、クラゲはぐいぐいと泳ぎ出し、1秒で体長 0.15 分だった遊泳速度が 0.45 分とほぼ3倍にスピードアップすることが確認された。各クラゲの大きさの差を考慮し、体長の割合で速度変化を計測したとのこと。だが、すごいのはこれだけではない。スピードアップしても代謝は2倍にしか上昇していなかったのだ。推進システムに必要な電力が10ミリワットであることを考えると、
これまでに報告されてきたロボットよりエネルギー効率が10から1000倍も高いという。こんな爪楊枝を刺されるなんて、私がクラゲならこんな実験はご遠慮したい。逃げ出して人を食うモンスターに進化しそうな導入。クラゲ犬の侵害だと世界最初に言ってみる。このクラゲを食ったカメにも配慮しなきゃ。クラゲなんて何も考えずに浮いてるだけなんだけど、人間としては一応倫理には配慮しないといけないのだ。クラゲ誰かやめてくれメンス。クラゲ大量地獄の中に身を投げたい人のためのパラオ、訪問者を待ちしております。食べたら美味しい？訪問者失格。はあ、ファンタジー。こんな綺麗で可愛いクラゲちゃんとプカプカしたい。癒される通貨、脱力する通貨。浮世離れしてますなぁ。一匹ぐらい毒性のあるやつが潜んでそう。こんな大量にいたら、シュノーケルに詰まったりしないんだろうか心配。弾幕ゲーだな。クラゲは人間に対して無害でも、クラゲにはプニプニして大丈夫なのかな。掴むと、死んでしまう。訪問者は、触らないでね。飛び込みたい。いいないいな。神秘的で綺麗だわ。最近環境の変化かいたずらで外部から持ち込まれたかは不明だが、有毒化が進んでいると聞いたが、はて。深海で発見された真っ赤なクラゲ、新種の可能性。メリカの海洋大気庁 NOAA の探査艇が大西洋の深海で遭遇したという。まさか鉱人由来生物か。ゴジラ SP の鉱人クラゲを思い出す。ウルトラマンレオに出てきたノーバの円盤形態だ。サムネ見て明太子かと思ったわ。おばあちゃんが被ってるやつやん。戦場のカメラマンに被せたい。綺麗。赤くて丸くてプルプルで、どこかで見たぞこんなやつ。駄菓子屋だったか。駄菓子屋にあったスモモさんみたいなの。鮮やかな赤から強い毒でも持ってるのかと思ってしまうけど、警告色的な進化ではない感じか。赤は深海に溶け込むんだよねー。光が当たるととても綺麗。深海に住む超巨大タコ寒天ダコは食後のクラゲの触手を武器として利用している可能性。カニのハサミで歯間掃除するおじさんみたいな。触手マスターマジリスペクト。全長4メートルらしい。大きさがわかる比較対象が欲しいところ。相応に知能があると推察されるし、生態がいろいろと興味深いね。このタコ。数百年後にはこのタコが侮辱ではなく、頭のいい人に対しての褒め言葉になったりして。目がキモい。なんでタコなのに三白眼なんだ。目が怖すぎる。クラゲと同じイソギンチャクの手法を体内に取り込んで利用するウミウシもいたりする。進化の過程は別として同じような能力を獲得するのが面白いな。深海やばい。透明だから丸わかり、クラゲが魚を捕食するレア映像。シャンデリアタイプ。触手のピンク部分が全部小魚かと思ってビビったぞ。七夕飾り。毒触手の生贄。素手は厳禁だな。クラゲの類が海中を泳いでる映像ってのは、やっぱりいいね。怪獣とか宇宙生物みたいでかっこいい。まるで実体がないゴーストのように捉えどころのないクラゲ。触手はないが袋のような体を自在に操り捕食するという。シーツのお化けみたい。こういうのは、ポン酢と紅葉おろしと刻みネギでだな。ささみとごまだれもいいかも。やっぱ毒があるのかしらん。レジ袋？赤い部分が弱点なのかと思ったら違った。フックショットで取り出せそう。なんという美しい生き物。深海にはロマンが詰まってる。何が起きた？アメリカの海岸に大量のクラゲが打ち上げられる。ヒント嵐。黒蜜かけた信玄餅みたい。おとといクラゲの刺身食べたけどコラーゲンたっぷり。でもここまであると胃がもたれるしちょっと勘弁だ。人間が食わなくても施設のウミガメの餌にできるし、魚も多くの種がクラゲを食べる。生き物にあげた方がクラゲの魂も報われるかも。ところで食えるの？で、お味は？取れたクラゲは乾燥。
保存、包装などの加工を経た後、日本を含むアジア圏に運ばれ、中華料理の高級食材として美味しく利用されているそうだ。普段食べてるクラゲはこいつだったのか？誰が最初に食べようと思ったのか、謎な生物の一つ。見るからに骨のない姿が古来より日本人を引きつけたようで、クラゲの骨という言葉はありえないものの例えに使われた。骨のない理由を昔の人々はすごく真面目に考えたのだろう。彼らはクラゲを主人公にした昔話としてクラゲ骨なしを生み出した。古代インドにも類はあり、主なあらすじは次の通りである。大病を患った優遇の姫を治す特効薬として猿の生き肝がいいという占いの結果が出たので、クラゲを使わして猿の生き肝を探させた。そこでクラゲは猿に会い、彼を背中に乗せて優遇まで連れて行こうとした。しかしこのクラゲ、調子に乗ってうっかりと目的を喋ってしまったのだ。頭のいい猿は生き肝を住処に忘れたと嘘をついて難を逃れた。これには竜王も激怒し、彼の体から骨を抜いてしまったという。主人公が亀の場合は甲羅にひびができるというオチになっている。不老不死として知られるベニクラゲ、その遺伝子の秘密が判明。ベニクラゲは命の危機を察知すると、死ぬ代わりにポリプと呼ばれる状態に若返り、再び大人へと成長していく。再生と対抗を繰り返すことで永遠に生きることが可能なのだ。人間の応用されたとして、幼児まで戻るのやだわ。おまけに分裂するぞ。何もかも忘れて生まれ直したら、それは生きていることになるのだろうか。いずれ記憶の移植みたいな技術もできそう。頭髪にどんな環境でも生えてくる根性ある毛根遺伝子欲しい。切り落とした髪も伸び続けそう。人類がたどり着いた英知のかつらの誕生である。クラゲがブワッと傘を広げたら、そこには大量の奴らが潜んでいた。魚の保育園、クラゲ幼稚園、カリスマイの味って、何これ、天然の小魚用シェルターか何かか。いっぱいおった。ヒラアジおった。周りにいる細長い魚はヒラヤガラの仲間かな。うまいんだよねこいつ。気持ちよさそう。俺も中入ってみたい。ピンクの小さな家にお魚さんがいっぱい住んでいるような夢のある動画と思ったら、周りに捕食者いっぱいで怖いですわ。これほんと隙間に入ってるだけだから、クラゲと一緒に動かないとすぐ外に出ちゃうのね。クマノミみたいに毒に耐性はないらしい。かわいそうに。小判ザメ的な感じだろうね。クラゲの四方に耐性がないってことは、この関係もまだ日が浅そう。まさに進化の途中を見れてるのかな。5億年前のクラゲの化石を発見。地球最古のクラゲの可能性。ほとんど水分なのに化石になるのか。死骸も残らないから、体が全部溶けて消えるはずでは？化石があるってことは、今の水母よりも体が硬かった？軟組織がまんま残るというより、その跡が残ってる感じじゃないかな。すごい細かい泥の下敷きになって形が残ったんや。ポンペイの石膏像のもっと細かいバージョンみたいな。24の目を持つ猛毒クラゲの新種を香港の湿地で発見。一人24の瞳か。コロンとしてて可愛いな。目薬打つの大変そう。どんな風に見えているのか教えてほしい。クラゲなんやこの輪っか。クラゲを想像以上に回ってて草。デジモンのオープニングやん。クラゲは何がしたかったんや。ただ流れに身を任せてるだけや。言うてもクラゲさんサイドはダメージなさそうだけどな。案外遊園地のアトラクションみたいに楽しんでるんちゃう。過去の発見一例のみの激レアクラゲを撮影成功。美しい。四対に分かれて複数伸びる触手、傘の模様。俺にだってレアだと直感させるくらい見たことないフォルムだ。地球の生き物に見えない。すげえ、こんなんいるんだ。模様も触手も見たことない。何を思ってこんな容姿に進化したのかめっちゃ気になる。カツオのエボシといいクラゲはほんと不思議だ。かっこいい。欲しい。
デザイン草間弥生。自然界に発生するんだ。草間弥生クラゲと呼びたい。なんというか、一個の生命体とは思えないな。すげえ。これは間違いなく宇宙生物でしょ。最高としか言いようがない。7色に発光する新種のクラゲが発見される。エレクトリカルパレード。1年後、そこには水族館のクリスマスパーティーで活躍するクラゲのジェニファーの姿が。こんなに自分が綺麗なことわかってるのかな。これって発光してるのかな、反射してるようにも見える。実物がぜひ見たい。